ではこちらのタイトルについて間が発表します。今回参考にした文献はこちらです。ちょっと数値解析っぽくなってしまったので、こちらのお二方のスライド資料を主に参考にさせていただきました。まず今日の内容は、まずパラメータ、今まで当たり前のように置いてきたハイパーパラメータ α、β について、どうやって決めるといいのか、それを前回までの復習で、モデルのざっくり説明した後に、研究があったので、それをもとに少し説明した後に、パラメータ推定法ということで α と β のパラメータをどのように推定していくかについて、主に固定反復法とニュートン・ラプソン法を説明していきます。まず上の方について説明していきます。前回までこれ何回も見たと思うんですけど、LDA の、文字、単語 W、文章 D における I 番目の単語 WDI を、このようなグラフィカルモデルで、生成しているというふうな過程がありました。で、このような感じになっているんですけど、今回、注目してほしいのがこの α と β、ここの一番サイドにある2つ。これ今まで触れてこなかったので、これをどうしたらいいのかということについて説明していきます。まず、ワラクラの研究というものがありまして、α、β のパラメータを、対象というと、例えば全部同じ数で割ってあげるで対象にした時と、非対称、ある程度バラバラにしてあげるって時に LDA の、性能って言うと、大体パープリキシティとか評価できると思うんですけど、今回は、どれだけこうしっかり分けられているかみたいなところを考えておいてください。で、パラメータ α、β を、対象非対称にした時の LDA の性能を比較しています。でこれが結果なんですけど、太字が内容語、特に大事な語、トピックを代表するような語で、細字になっているのが、非内容語、例えば and とか are とか to とか、あまり意味がないような単語で、ここの数字が、α の値になっているんですけど、この横の列が、α が、シンメトリックなので対称で、α が非対称で、縦軸で、β が対象非対象っていう風な感じになっています。で、この結果をもとに、例えばこう、太字と細字が、混ざっているところと混ざっていないところがあるんですけど、太字と細字のところが混ざってるっていうことは、トピックを代表す表すような内容、大事な内容語とそんなにいらない非内容語っていうのがごちゃごちゃになってるっていうことで、あんまりよろしくない結果になっていて、逆に言うと太字と細字がちゃんとこう分けられているっていうの場合は、いいというふうな評価になっています。なので、こう、例えばこう、α を対象にしたときと、非対象にしたときだと、対象にしたときは結構ごちゃごちゃってなってるんですけど、非対象にしたときは、上に比べれば、ある程度まとまっている。細字と太字で、それぞれ分けられているような結果なので、α は非対象の方がいいでしょうと。で、逆にこう、β については、対象にしたときと非対象にしたときであまり差がないというふうな結果がありました。これをまとめて言うと、ベータは、経験則的に決まるそうです。だから例えば対象でも非対象でも同じような結果が得られたので、だったらもう、予測的に0.01 とか 0.1、 また語彙数を100で割ったり10で割ったり、語彙数100を語彙数で割ったり10を語彙数で割ったりっていうふうな、結構ざらっとした、置き方でも
まあ、割といい結果が得られると。むしろ結構対象、非対称より対象の方がいい時もあるようです。で、まあ、結果的に何が言いたいかっていうと、まあ、パラメータベータはまあとりあえずなんとかなるんで、アルファを推定することがすごい大事だと。結構さっきの結果でも対象非対象でえらいこう内容語を取り出せているか、非内容語がちゃんと分けられているかっていうようなところで、アルファの対象非対象で結構変わってきたので、アルファの推定が大事だということです。次に、下の内容、まあ、そのアルファを、主にアルファをどうやって推定していくかっていうことについて話していきます。まず復習です。なんだっけ、 LDA の場合だと、まあ、事後分布の、潜在変数と、トピック、すみません、トピックと、ファイだから、トピックごとの単語分布とシータの文書ごとのトピック分布っていうものが、まあ、分からない状態で単語からやっていくので、まあ、これを計算することになるんですけど、まあ、これが、まあ、基本的には計算が難しいということで、まあ、学習アルゴリズムっていったこう下に表される変分ベイズとかギブサンプリングとかっていった学習アルゴリズムを使いましょうということになっています。でここで初めて確率的変分ベイズとか出てきたんですけど、これは、まあ、前回説明した逐次学習と、まあ、確率的最適化っていうものと変分ベイズ法を組み合わせたものになっています。で一番下の粒子フィルターは前回説明した、逐次学習と周辺化ギブスサンプリングを合わせたものです。で各学習アルゴリズムに対応する推定法として、まあ、変分ベイズ法と確率的変分ベイズ法と周辺化ギブスサンプリングについて、それぞれこのような、パラメータの推定法があります。例えばこう変分ベイズ法だと今日説明する固定反復法とニュートン・ラプソー法があって、で、確率的変分ベイズ法は、まあそのままなんか確率的ってついたような確率的ニュートン・ラプソン法で、これはなんかニュートン・ラプソン法に確率的最適化っていう、まあ、ちょっと確率っぽい要素をつけたようなものらしいです。で周辺化ギブスサンプリングのところに結構なんか一個だけ違うアルファとベータにさらに分布を仮定あるんですけど、まあ、もう、まあ、これはまあ求められるっちゃ求められるんですけど、もともともう、分布分布分布で複雑なのに、ここでさらに分布を置いたらもう絶対もう計算が複雑になるのはもう日の目を見るより明らかなので、まあ、まあどちらかというと固定反復法の方を進めています。なのでまあ今回は、まあ、その変分ベース法のまあ周辺化ギブスでも使えるんですけど、固定反復法と、まあ、ニュートン・ラプソン法っていうすごい代表的な2つについて説明していきます。まあでも今まで自分が結構ギブスサンプリングばかり話してきたので、変分ベイズ法の流れをさらっと説明していきます。変分ベイズ法で、まあ、パラメータ α β を推定したいっていう場合はもう最初から諦めてしまって、まあ、計算がしやすい、まあ、提案した分布を近似していこうと、これを事後分布に近づけていく。で近づけていくってことは、まあ、分布の近さを表すような KL 情報量を最小にしていけばいいよねという形で、まあ、最適化問題に行き着きます。まあ、なんですけどこの最適化の問題でも、まあ、元々こう事後分布 と提案分布の距離ということなんで、もうこの計算の中に事後分布が入っていると。でそこでまあなんだろう、最小にしたいのに事後分布が入ってきて計算がすごい大変なので、まあどうしたらいいかってことで、回り道をしてなんとか解けないかと
そこで対数周辺誘導なんログ B、提案の事後分布の近いものなんですけど、を導入していきます。ここで、なんか決まり事みたいなものがあって、これを導入すると、対数周辺誘導っていうものが、提案分布と事後分布の、KL 情報量と、提案分布の変分加減、変分加減っていうのは、対数周辺誘導の最小値みたいなもので、これよりは小さくなりませんよっていう値です。でそれの2つの和で求まる、でこれが教科書の図なんですけど、ちょっとこれは、多少変数の値が違うんですけど、対数周辺誘導の値は KL 情報量と提案分布の、加減変分加減の和で絶対にこう大きさが決まっている。だから、KL 情報量と提案分布の変分加減っていうのが、こう片方が大きくなれば片方が小さくなるという関係であることが分かってきます。今までで何したかったかっていうと、自分が提案した提案分布を事後分布に近づけたい、事後分布に近づけたいってことは KL 情報量を小さくしたい、でここで KI 情報量を小さくしたいっていうことは、これを小さくしたいんで、何をしたいかっていうと、結局は、提案分布の加減変分加減を一番大きくしてあげれば、回り道するんですけど、 KL 情報量は小さくなるだろうというようなことに行き着きます。ここまでの流れは、変分ベース法で、何でもある、一般的なやり方になっています。今回はアルファとベータのを推定していきたいので、結局は、これを最大にするアルファとベータを求めるという流れに行き着きます。LDA の場合は、このような変分加減になっているので、最大化したかったら、とりあえず微分してあげて0になる時の値を求めればいいと。で変微、それぞれを変微分、アルファとベータでそれぞれ変微分してあげて、これを0になるような、値を求めればいいんじゃないかというふうに行き着きます。で、これを解くための式として、手段として、すぐに求めるのが難しいので、反復して何回か解いていくっていう固定反復法とニュートンラプソン法に引き継ぐといった流れになっています。結果的にこう、何回か解いていくっていうことになるので、アルゴリズム、変分ベース法だとか気分サンプリング法 の、アルゴリズムの中に、アルファとベータの更新式という流れで、こちら の、 固定反復法とニュートンラプソン法の式が出てきます。これで何回か更新していって、あるところに行ったら、大体そうだろうということでやめてしまうという流れです。まず固定反復法について説明していきます。これ不動点反復法とかっていうんですけど、例えば自然形の方程式 fx=0 の、例えば答えになるもの、例えばfx が ax+b でだとしたら、x は -a 分の b だとか、この式を満たす x を求めたいということです。最初の手段として、x=gx っていうような形に変形をしてあげて、何でもいいんですけど、適当な初期値 x0 を置いてあげます。で、前化式があって、xk+1 っていうものが、g の括弧の中に xk を入れたもの、こういう前化式を使って、少しずつこう進めていく。例えばこの図で言うと、 x0 この gx と y=x というグラフがあったときに、gx に x0 を入れてあげると、y の値ここになるんですけど、この y の値をそのままこう x 軸に倒してあげた感じ、それが次の x1 になります。でまたこの x1 を
GX に入れてあげて、この Y の値をまたこう倒して今度 X2 にっていう感じでこうどんどんこう求めたい答えに近づけていくっていう流れになっています。まあ 特徴としては、まあ、どん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 収束が加速していく、まあ、なんですけど、必ず収束するとは限らないっていう問題があります。まあ、このキーワードとして、不動点定理っていうのがあるんですけど、まあ、これ興味がある方は調べていただきたいんですが、この、まあ、不動点定理って、まあ、不動点反復法の名前を取ってるだけあって、まあ、これが、まあ、不動点定理っていう、まあ、少なくとも一つの不動点、アルファイコール G アルファみたいな値を満たすものをこれを定理を、まあ、満たすっていう前提でやっているので、まあ、必ず収束するだろうみたいなそんな感じになっているので、まあ、不動点定理を満たさないといけなくなってきます。はい、最後にニュートン・ラプソン法について説明していきます。まあ、ゴールとしては同じで非線形方程式 fx イコール0の根を求めたいと、まあ、今度、まあ、初期値 x0 を定めて、まあ、x0 の点について、まあ、接線を引いて、まあ、その接線と x 軸の交点を今度次の x1 にする。でこれを繰り返していってどんどんこう近づけていくっていう感じになっています。まあ、固定反復法もニュートン・ラプソン法も、まあ、近似解を求めるようなやり方なので、まあ、終了条件っていうものを定めます。まあ、ある程度こう近くなったらやめるみたいな。で、まあ、満たさなかったらまたどんどん接線引いていく感じになるんで、まあ、特徴としては、まあ、収束がすごい速いと。で、LDA を提案した元原論文でも、このニュートン・ラプソン法が提案されているんですけど、まあ、接線をどんどん引いていくだけなんで、まあ、すごい大きな問題としては、値が負になる可能性があると。で固定反復法では負になるということがないですけど、ニュートン・ラプソン法では負になる可能性がある。でまた結構こう何だろう、接線引くときに結構微分とかしていくんですけど、パラメータ推定の時に結構なんか、まあ、複雑な式をさらに微分とかってなるとまたどんどん複雑になっていくので、まあ本当他の分野ではよく使われる手法なんですけど、 LDA だと、まあとりあえずニュートン・ラプソンってわけではなくて、まあ、どちらかというと固定反復法の方が、まあ、計算も簡単だし、あと、まあ、負になることはないのでおすすめだよというふうに書いてありました。はい、ということで、今回はパラメータ、ハイパーパラメータについて、まあ、アルファは非対称の方がいい、ベータは、まあ、どちらでもいいし、まあ、なんとか決まるから、まあ、アルファを推定してあげようという流れになって、推定法として、まあ、今回偏分ベイズ法の例をとって、まあ、固定反復法、ニュートン・ラプソン法について説明して、まあ、結局は、まあ、ちょっとニュートン・ラプソン法はメジャーなんですけど、固定反復法の方が LDA についてはいいよねという流れでお話をさせていただきました。終わりです。